何を言われたって俺は帰りますよ。前も説明したけど、この装置であんたを送り込めるのはあんたが干渉した世界。はい。あんたがよく言ってる元の世界から分岐した別の世界だけど、それでもいいのね。はい。あと一つ。何ですか？念のため言っておくけど、ヤシロがあんたの観測をやめたら、この世界であんたを覚えてる人間は一人もいなくなる。装置の動作保証も危うくなってきているし、向こうで24時間が経過したら二度とこの世界には戻ってこれないと思ってちょうだい。結構なことじゃないですか。願ったり叶ったりですよ。じゃあ始めるよ。お願いします。あんたは私にとって一番有能な駒だったわ。だから選別代わりに最後の忠告。はい。向こうに行ったら常に強く世界を意識し続けなさい。万が一にも自分の存在に疑問を持っちゃダメ。どういうことですか？ヤシロが観測をやめたら、あんたを実体化させる観測者は向こうの世界の人間が持っている白金タケルの記憶とあんたの意思しかなくなるでしょ。そうするとどうしても自分でコントロールできる分、意志力が頼りになってくるってわけ。まあ同一化に成功していたらその段階でほぼ安心していいけど、念のためそうしなさい。もし疑問を持ったらどうなるって言うんです？最悪白金タケルという存在自体が消し飛んでしまうかもしれない。あるいはもともとその世界にいた白金タケルに一方的に取り込まれてしまうかもしれない。まあ、あんたの周りの人間があんたを覚えている限りそんなことにはならないから安心していいんじゃない？それに何も起きなかった場合でも、いずれあんたと向こうの白金の意識が徐々に融合して二人分の記憶と経験を持つ第三の白金になっていく。そういう意味では今ここにいるあんたがあんたのままじゃなくなることは変わらないんだけどね。わかりました。ありがとうございます。じゃあね、元気でやんなさい。いろいろと世話になりました。オルタネイティブ4を成功させてください。当然。カスミ、思い出作る約束守れなくてごめんな。平和になったら海見に行けよ。一気に送り込んで固定するわ。ヤシロ、電源を1番から6番まで入れてちょうだい。さようなら、カスミ。弱虫。タケル、それどころではない。早く下へ来るのだ。いいから来るのだ。来るのだ。ここが
陰惨な事件の現場となりました食肉加工工場です。おはようございます、タケル様。見ていればわかる。第一発見者はこの工場の守衛を務める男性で、昨夜未明巡回中に工場入り口の鍵が開けられているのを発見。不審に思い工場内を調べたところ、食肉加工機械が作動しており、そこで遺体を発見したということなんです。このチョッパーというのは、いわゆるひき肉を作る前段階の加工機械だそうで、この工場では特別に大型のものが数機設置されていまして、また事前に事故防止用の器具を外していることから、警察は機械の操作に精通した者の犯行とみて捜査していましたところ、警察はこの工場に勤務する川本実、34歳を容疑者として逮捕し、川本容疑者の証言通り、殺害されたのは神奈川県横浜市在住の教職員、神宮寺真理子さんであることが確認されました。神宮寺さんは横浜市内の学校法人白陵柊木学園で、神宮寺さんは機械に頭部を巻き込まれ、現場はこの世のものとは思えないほど凄惨な状態であったということですが、川本容疑者はなぜこんなことを。おそらく遺体をひき肉にして証拠を隠滅するつもりだったのでしょう。ですが途中で歯に挟まって動かなくなったから逃げた。短絡的な犯行です。川本容疑者はかねてから神宮寺さんに対するストーカー行為を繰り返し行っていたらしいですね。ええ、昨日も尾行していたところ、神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立てて犯行に及んだと供述しているらしいですね。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。先生こそ送らなくて大丈夫ですか？気をつけて帰るのよ。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。いつか聞かせてね。いつか笑って話せる日が来たら。白金くんが何をしたくて何ができなくて涙を流したのか。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。そしてそれをどうやって乗り越えたのか。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。そうね、私が死ぬまでの間にいつか。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。じゃあまた明日。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。神宮寺さんが他の男性と食事をしているのを見て腹を立て。タケル！つくよみ、タケルを抑えるのだ！はい！誰か！誰か！何を言っているのだ。
ちだのあっちだのと何を言っているのだ。タケル様、タケル、しっかりしろ、気をしっかり持たんか。タケ、明夜様、タケル様、ごめん。気をしっかりお持ちくださいませ。タケル様は錯乱されております。このままでは非常に危険です。しかし、あなたたち直ちに緊急医療班の手配を。わかりました。食事をした男性って。タケル様。やはり、そなただったのか。なんだ？待て、タケル！今日は休校だ。先ほど連絡があった。どかぬ！そなたが言ったところで、神宮寺教諭は、二度と来ないのだ！明夜様、あの目は危険です、ここは。ならん！ここで行かせては、タケルが、ここで行かせては、タケルが、死に見入られる。そなたがわめき散らしたところで、行ってしまった者は帰っては来ない。おやめください、明夜様。今のタケル様に正常な判断能力はありません。現実を受け止めるのだ。明夜様、いけません。そのような言葉はなりません。君もしかしてここの学生？今回の事件のことで話を。マリモはいないわ。あんた、向こうの白金よね。向こうの世界から帰ってきた白金かって聞いてんのよ。向こうの世界に逃げ帰ってたら、追いかけていくところだわ。マリモに、何があったの？向こうの世界のマリモに何があったのかって聞いてるのよ！神宮寺さんは機械に頭部を巻き込まれ、現場はこの世のものとは思えないほど凄惨な状態であったということですが、神宮寺さんは機械に頭部を巻き込まれ、何があったの？わめく前に言うことあんのよ。向こうでマリモは敵に頭をどうされたの？どうして？どうしてよ？
そう。マリモらしいわね。それであんた、様子が変だったのね。嫌だじゃん。すまないのよ。あんたが帰ってきたからよ。あんたがマリモの死を背負って帰ってきたからよ。冷静に聞ける？頭はっきりしてる？シャキッとしてもらわなきゃ困んのよ。もう一発やってあげましょうか。いい？すべての物理的な刑は常に安定した状態を好むの。あんたが行ってすぐに帰ってくればそれでことはまあ済んだ。でも事実はそうじゃない。何年？三年ぶりとか言ってたわよね。この間あんたが向こうで過ごしてた時の行動や記憶、それが向こうの世界そのものが持つ世界の記憶とあんたに新しい事象と因果を付け加えた。だからあんたがこっちの世界に戻ってくる時、向こうの世界の記憶にあるあんたに付随する諸々の因果情報を持ってきてしまっているのよ。今回で言えばマリモが死ぬという事象の因果。因果というのは事象の原因と結果、原因が先で結果が後、その逆は絶対にありえないという発想、それが因果律。物理の世界ではこの因果律を大前提に物事が考えられているわ。平行世界観では因果も水のようにより高いところから低いところへ流れる。かなりわかりやすく言い換えてるけど、因果律量子論にある仮説の一つよ。何もしない状態でも世界の記憶からは因果情報が漏れている。より高位にある因果は低位に向かってね。そして同じ形を起点として分岐した平行世界であれば、その情報を受け取ることができるわ。そしてその情報の受容体として機能するもの、因果情報を導く因果動態は本来であれば世界の記憶だと私は考えている。未来予知やよく当たる占いの正体は他の世界の因果情報を捉えて認識できる能力のことなのよ。それでも普通はその程度。しかもそれができるのは脳のある部分の働きが活発なごく一部の人間よ。違うわ。それでも一つの世界の出来事が他の世界にここまで直接的な影響を及ぼすことはないはずだから。あんた自身がその因果を運んでいるからよ。おそらくあんた自身が因果動態になってしまっているのよ。それだけならまだいい方よ。その頭の中に入っている向こうの世界の記憶についてすべて同じことが起きる可能性がある。あんたが背負ってきたものはマリモの死だけではないかもしれない。あんたにとって特に印象深かった事象がたまたま最初に具現化しただけなのかもしれない。前にあんたが来た時、意志の力の話はしたわよね。向こうの世界の私はそういう話しなかった。どうしてだって？帰ってきてあんたは何を思った？向こうの世界のことさっぱり忘れてこっちの世界を心から楽しんだ。あんな理由で逃げ帰ってきたんじゃ忘れるなんて無理よね。多分ね。
そのバカな話の上に成り立ってんのがあんたの存在じゃないのよ。そう。そうね。やれたらしてたわよ、きっと。普通、世界同士はつながらない。いくら安定を望んだところで、もらうことも追い出すこともできない。世界とは、巨大ではあるけれど閉じているのよ。でも、あんたっていうパイプで繋いじゃったんだから、そこからより重い因果が低い方へ流れてくるに決まってるじゃない。わかる？大体、原始の話はあくまでも例え話。他の世界から余分な事象が持ち込まれた状態を説明する役には立たないのよ。じゃあ、ちゃんと説明してみなさいよ。なんでマリモが死ななきゃいけなかったのかを。なんでよ。ふざけないで！だったら、どうして、なぜマリモちゃんは死んだんだ？理由などない。強いて言うならば、運命だったのだ。気の毒なのは神宮寺君そうだ。そなたがこのような有様では、命にだ。ふざけるな！この世界でマリモの死を知っていたのは、あんただけよ。記憶という名のカバンに大切にしまって、それをこの世界に持ち込んだのよ。目をそらさないで、聞きなさい。確実に、白金の周りから歪んでいくわよ。言ったでしょ？あんたは、因果動態になってしまっているって。そこまではわからないわ。私の理論も、すべて仮説に過ぎない。わからないものはわからないわ。やめなさい、白金。少なくとも向こうの世界で私は死んでないんでしょ。向こうの世界で死んでなければ多分大丈夫よ。その理由以外でそうなることはあってもね。何よ。そうね。そもそも流れてくる因果がない以上、何の問題もないはずよ。そういう意味で考えれば、この問題においては、鏡が一番安全ということになるわね。とにかく、今度は何か気がついたらすぐに来なさい。手遅れになる前に。万が一にも次がないようにするためよ。マリモはたった一人の親友だったんだから。私がもう少し早くこの可能性に気づいていたら、もう少し早く。だから、あいつのためにも、絶対次がないようにするのよ。それが唯一、私がマリモのためにやってあげられること。でもそれが、あの時私が生き残った、生き残らせてもらった意味だと思っているわ。一人でも多くの英子を、一秒でも長生きさせるために、その経験を生かす。そうすることでしか、私が部下に報いる方法はないのよ。
やめなさい、そういうの。あの子の教え子は私の教え子も同じ。あんたはマリモの形見みたいなもんだし、それにあんただって被害者じゃない。だいたい因果を引っ張ってくるなんて物騒な存在、私が野放しにしておくわけないでしょ。だから何かに気づいたらすぐに来なさい。どんな些細な変化でもいいから。じゃあ今日はもう帰りなさい。これからもっとたくさんのマスコミが押しかけてくるわ。だから早く帰りなさい。私だけじゃないよ、三剣さんもみんなも。どうしたらいいか、みんな大丈夫か？大丈夫には見えぬが、それでも先ほどと比べれば雲泥の差か。私は良い、皆が探している。どうしてだ、タケル。どうしてこんなに悲しいのだ。なぜタケルがそのような顔をせねばならぬのだ。タケル、
顔をしないでくれ。転校初日、理事長室から教室までの間、教諭は楽しそうに皆のことを語ってくれた。特にタケルは問題児であったようだぞ。皆を愛しているという気持ちが何の飾りもなく伝わってきて、とても楽しい学園生活を思い描くことができた。そしてそれはその通りに。何故命はこうも儚いのだ。何故神宮寺教諭のような方がこのようなむごい死に方をしなければならないのだ。何故。タケル、すまなかった。さ、帰ろう。さ。そうだな。うん。温泉？何を言っている。さあ行こう、タケル。皆が待っているかもしれん。あ？手の傷はどうした？騒がしくするのは嫌いだったな。これで許せ。なかなかうまくはいかぬな。少しずつでいい。みんなで元気になろう。それは神宮寺教諭が望んでいることだと思う。だけど失敗しない人なんていないのよ。けど。それに失敗することを事前に知っている人もいないわ。私は失敗を怖がって何もできない人より、失敗をしてもいいから前に進んでいつか結果を出す人の方がいいと思うわ。けどそのせいで。あんたが帰ってきたからよ。この世界でマリモの死を知っていたのはあんただけよ。記憶という名のカバンに大切にしまって、それをこの世界に持ち込んだのよ。弱虫。元気なわけないね。うん。だけどタケルちゃんほどじゃないみたいね。えタケルちゃんだって嘘みたいだよね。な
んでこうなっちゃったんだろうね。こんなのないよ。なんで思い通りにいかないからって簡単に人の命を奪えるんだろう。そうだよね。ねえ、明日一緒に行こう。だけど、うん、それとさ、明日はもうちょっと元気になってよね。その方が神宮寺先生も喜ぶと思うから。約束だよ。おやすみ。黙祷。もう皆さんは知っていると思いますが、3年生の英語を教えておられた神宮寺真理子先生が先日お亡くなりになりました。神宮寺先生はこの学園を卒業した皆さんの先輩として、教師として、いつも明るく優しく、そして時に厳しくあり、皆さんを第一に考え職務に邁進されてきました。その神宮寺先生を私たちから奪った恐ろしい犯罪は、残念なことですが皆さんの身近なところに潜んでいます。他人に対する思いやりをないがしろにし、身勝手な理由から人を傷つける行為は絶対に許されてはならないのです。神宮寺先生はそういった犯罪が決して他人事ではないのだということを私たちに教えてくださいました。皆さんは何か困っていることがあったら、必ず先生方やご両親、誰でも構いません、相談してください。決して一人で抱え込んではいけません。各担任の先生から神宮寺先生の告別式について後でお話があります。先生との最後のお別れです。白陵ひいらぎ学園生としてこの学園のために尽くしてくださった先生にお別れの言葉をかけてあげてください。最後になりますが、今マスコミが大勢外に来ています。皆さんは白陵生として節度ある行動を心がけてください。すべて学園側が代表して応対を行いますので、皆さんは惑わされることなく毅然と行動してください。皆さんは一日も早く元の生活に戻れるよう努力をしてください。特に3年生は受験という戦いを控えています。悲しみを引きずり続け、皆さんの学業の負担になることは神宮寺先生もお望みになっていないはずです。神宮寺真理子先生のご冥福を心からお祈りいたします。私と学年主任の諸岡先生がB 組の臨時担任になるわ。よろしくね。1、2年は今日はもう終わりだけど、3年はそうもいかないわ。いつまでも悲しんではいられない。わかるわね。英語の時間は、どうなるんでしょうか。自習。こういう時こそ、あんたがしっかりしなくちゃダメなのよ。はい。マリモはね、あんなボケボケした女だったけど、あんたたちに適当なことは教えていなかったはずよ。このクラスから
志望通りの進路に行けない奴が出たら、張り倒すからね。そんな、横暴だ。私が横暴なのは、今に始まったことじゃないでしょ。マリモの名前に傷つけたら、本気で承知しないわよ。肝に銘じておきなさい。授業の前に、一つ教えておくわ。人間はね、誰もが誰かを傷つけながら生きていくの。人を傷つけずに生きていける人間なんて存在しないのよ。相手をどれだけどう傷つけているかの違いがあるだけ。そしてそれに気づかない人間をバカって言うのよ。特に最近は人と面と向かわなくてもできることが増えたからね。バカが大増殖中よ。人はね、自分が深く傷つかないとそれに気づくことのできない愚かな生き物なのよ。マリモの死はあんたたちをズタズタに傷つけたでしょ。彼女からの最後の教えだと思って、その意味をよく考えなさい。マリモらしくない極端な教えだったけど。じゃあ授業を始めるわ。この前の期末テストで一番正解者の少なかった問題についてなんだけど。英語の時間だから自習です。プリントを配るのでそれをやってください。タケルちゃん。わかったわ。早く帰ってきなさいよ。あら？白金？今は授業中でしょ？歌の練習。温泉、行くことになってたじゃない。行ったら、私の美声を聞かせてあげる予定だったわけよ。マリモとよくカラオケ行ったわ。あいつも結構うまかったのよ。まだまだ復活は先の話になりそうね。私はあんたと違って、何もすることができないからね。巻き込まれる人間のことも考えなさい。そうね、いいか悪いかを言えばそういうことになるでしょうね。そこがどうしても越えられない壁になっているのね。自分の気持ちを整理できないところなのね。分かってるならどうにかしなさい。それはすなわち自分のすべきことが分かっていない証拠だけど。今のあんたにこんなこと聞くのはどうかと思うけど、あの資料どうした？私にもちょっとぐらい気晴らしさせてよ。どうして他人事なのよ。全部解決して帰ってきたんじゃないの？そうそう、向こうの世界のマリモが死んで逃げ出してきたんだったわね。こっちで全てを忘れて平和な生活を送れると思ったら、当てが外れて大ショックなんでしょう。逃げてばかりでは何も解決しないのにね。こんなことなら逃げ出さない方が良かったなんて後悔しちゃってる？あら、そうかしら。いろいろと大変だったのはわかるけど、向こうの軍隊って甘えたガキを養成する機関なの？現実逃避と自己憐憫はものすごくハイレベルだけど、
自己弁護はいまいちね。カリキュラムのバランスが悪いんじゃない？すべてを途中で投げ出して逃げ帰ってきた挙句、自分の責任を棚に上げて平気なんて楽そうでいいわね。私もそのカリキュラム受けようかしら。マリモはもっと苦しかったでしょうね。殺される瞬間、マリモは一体何を考えたのかしら。少なくとも白金を恨んだりはしなかったでしょうね。あんたはその話を聞いてなんて思う？恨まれなくてよかったって思うの？いつまでそうしている気？甘えてんじゃないわよ！次は誰を殺す気？鏡？ミツルギ？ああ、それとも私かしら？あんたが被害者ずらして逃げ回っているこの瞬間にも、何も知らないあんたの知り合いの身に死が迫っているのかもしれないのよ。それがどれほど理不尽なことか分かってるんでしょうね。私が言ったから安心なの？人が大丈夫って言ったら安心なんだ。だったら言ってあげるわ。マリモが死んだのはあんたのせいじゃない。向こうの世界から逃げたのも悪くない。ほら、元気出しなさいよ。安心させてあげたでしょ。すっきり気分を入れ替えてみせなさいよ。やめてほしいなら安心させてちょうだいよ。私は大丈夫だって安心させてよ。あんたは悲劇の主人公で満足かもしれないけど、あんたの記憶に一度でも刻まれた周りの人間のこと考えたことあるの？何も知らずにあんたの持ち込んだ因果に巻き込まれる人はまだ気楽かもね。だって理不尽に降りかかってくる別世界の因果に怯えることは決してないんだもの。でも私は何が起こっているのかを知ってしまった。私が全く恐怖を感じないとでも思っているの？でもあんたは、それを考えることすら放棄しているのよね。それが許されることなのかどうか、そんなこともわからないの？どうなのよ！あんたが悲しいのもショックなのもわかってるわよ！でも、やらなきゃいけないことはあるんじゃないの？どうなのよ！どうなのよ！これだけ言われちゃ素直になろうにもなれないこともあるだろうから、この辺にしておくわ。でもね、あんたがどう思おうと時間は流れていくわよ。とにかく何かを感じたらすぐに教えに来なさいよ。返事ぐらいしなさいよ。私も引き返せないところまで首突っ込んじゃったから、できる限り手を貸すけど、でもやるのは白金、あんたよ。他の誰も代わってはあげられない。どんなにあんたが辛くても、他人にできるのは、せいぜいこうやって尻を叩くぐらいなのよ。向こうの私は、そうしなかったの？誰もその役を買って出てくれなかったの？私も相当天の弱だからね。ガキにはわからない態度だったのかもしれないわ。ガキなら仕方ないわ。自分で強くなりなさい。それしかないのよ。じゃあね。
目が覚めたか？そろそろ正門が閉まる頃だぞ。カバンはこれで良いのであろう？授業中に抜け出したきり戻ってこないとはな。大丈夫か？この寒空の下で風邪をひいたらどうする？うなされていたぞ。このようなところで寝ても気など安らぐまい。辛かろうな。そのようなこと、いつ申した？そなたとそのような話をしたのであろうか？すまぬ、私もいささか混乱しているのかもしれんな。すまん。そうだったのか。初耳だ。皆は知っているのか？それは違うぞ。そなたではない。教諭を殺めた者の席だ。もうよせ。こんなにもそばにいるというのに、そなたの心を救えぬとは。そなたのせいではない。そんなに自分を責めるでないぞ。責めているつもりはない。もし、タケルさえよければ、明日、どこかに出ないか？ただ家にいるだけでは苦痛であろう。そなたがよければ。それに、明日はそなたの誕生日であろう。迷惑ならよい。忘れてくれ。行くのだ。そなたが行きたい場所で構わんぞ。そうか、時間はいつでもよいのか。ならばこちらから迎えに行く。それでよいな。明日はヘトヘトになるまで連れ回すぞ。覚悟しておくがよい。うん。どうだ、そろそろ帰らぬか。なんだ、どうしたのだ。わかった。だがこのまま閉じ込められたら明日出かけられぬぞ。なんだ、どこに行くのだ。
今日が初めてだ。見晴らしの良い場所だな。そうか、それでそなたも特進行ったぞ。いや、今のそなたはとても危うく、どこか儚く感じる。どこか遠くへ行ってしまいそうだ。消えてしまいそうに思えるのだ。消えてもらっては困る。明日の約束を繰り上げ、今夜にでもどこかに行きたいほどだ。そのような顔をするでない。うん、うん。タケルを探しに行こうとした時に坊月教諭が来て連れて行ったな。詳しくは私にもわからん。ただ私にも一言、あまりタケルには近づくなと。そっとしておくべきだという気遣いなのだと判断したが、放ってはおけん。うん、当然のことだ。気にするでない。タケルちゃん、来てた。よかった。え、あ、うん。あ、なんでもないよ。タケルちゃんが気にするようなことじゃないよ。隠してない。それより、あのさ、タケルちゃん、明日何の日か知ってるよね。本当はね、みんなで一緒に用意してびっくりさせようとしてたんだよ。けど、うん、騒いだりするのよくないと思って。だけどダメだよ。いつまでもそんなんじゃダメだと思う。でもこんなの悲しすぎるよ。ずっとこのままなんて、なんか嫌な気持ちに飲み込まれちゃうみたいだよ。神宮寺先生のことはやっぱり悲しいけど、私はそんなの絶対嫌だよ。ちゃんとタケルちゃんの誕生日だってお祝いしたいもん。ねえ、明日どっか遊びに行かない？二人でさ、どっか行こうよ。え？あ、そうなんだ。
タケルちゃんらしくない。ダメそういうの。誰と約束したのか知らないけど、その人もきっとタケルちゃんを元気づけようとしてるんだよ。タケルちゃんが元気になってくれれば、私はそれで満足だから。正直言うと、それが私じゃないのはちょっと残念なんだけどね。あ、でもだから私と出かけようってことが言いたいんじゃないからね。ちゃんと言わないとタケルちゃん気にするじゃない。だから言っただけだからね。え、タケルちゃんが見れた。そういうことにしておくよ。じゃあ明日待ってるから。うん、おやすみなさい。